ね。全部食べちゃってもいいから。
すごい顔してる。 隠していくような感じかな。 割と器用だったからどこでもこなせたし。 ご近所で評判だったらしいから美人姉妹って。どっちかっていうとお姉ちゃんの方がすごいモテモテだったけど、隣町からラブレターが届くなんてこともしょっちゅうだったし。 私、小さい頃から空に憧れてて、それで旅行先で熱気球に乗れるって知ってわがまま言って乗せてもらったの。そしたら事故に遭っちゃったんだけど。
でもあんな風に空を飛んだのは初めてだったからすごく楽しかった。あの時気球から見た景色は今でも忘れてない。それハゲハが見られなくて悔しがってたやつね。私も見たかったな。また自転車に乗られるなら乗りたい？でも受けられないの？受けられればいいのに。だってほら、夏が終わったらソアリング部が。なんか納得いかないけど。それでまた自転車の後ろに乗せてちょうだい。このアルバム借りてていい？見るの網膜に焼き付くくらい。